アーネスト・チェザロは、イタリアの数学者である。チェザロは1859年3月12日に、イタリア、ナポリに生まれ、微分器科学の分野で活躍した。ジャンガストン・ダルブーの強い影響を受け、特に発散級数に関する平均法、すなわち、チェザロはとチェザロ平均で知られている。アーネスト・チェザロは、ノーフ。 ルイージ・チェザロとその後サイ・フォルトナータ・ヌンチアンテの子として経済成長の時代にナポリに生まれる。その後、トッテ・アン・ヌンチアータ、ナポリ、ノラ、リエージュ、ローマ等を転々とすることとなる。チェザロはナポリの中、高一貫校に入学するがこの間ノラ在住を経て、再びナポリに戻り、同校を1872年に卒業する。ベルギー。 リエージュ大学鉱山学部で、鉱物学と結晶学の講師を務める長兄、ジュゼッペ・チェザロのもとに送られ、1873年、同学部に入学した。その後イタリアで研究を続けることを望み、ローマ大学に願書を送るが、不合格、結局、リエージュ大学の数学教授ジェイヌ・シャルル・カタランの指導を受けた。1879年のチェザロの父の死は、 彼の家計問題を招き、チェザロは、取ってアンルンツィアータに戻り、アンジェリーナと結婚する。1882年、奨学金を得て再びリエージュに戻り復学を果たした。1883年には、カタランの協力で、最初の数学の論文を、スール・デバウセス・クエスチョンズ・ディ・アリスメティックで発表した。その論文は、チェザロの数論に関する論文では、 最初のものである。チェザロは、リエージュ大学在学中にもパリ大学ソルボンヌにも滞在し、そこでは、シャルル・エル・ミート、ジャンガストン・ダルブー、ジョゼフ・アルフレド・セレの講義を受けた。特に、ダルブーは、チェザロのその後に強い影響を与えた。チェザロは、リエージュでの教授との不仲により、イタリアに戻ることを望んでいた。ルイージ・クレモナとウリッセ・ディーニの助力により、 奨学金を得たチェザロは1884年、ローマ大学に入学。この間、ダルブーの影響を受けて、優度理論、三法、関数理論に関する発展の論文を執筆している。1887年には、ローマ大学より、博士学位を得るが、この時にはすでに、ローマのリーセテレンジをマミアニに、主任教授のポストを得ていた。その後、 直ちに、シチリアのパレルモ大学でポストを終え、解析学主任教授を務めた。1891年からは、ナポリ大学で、数学主任教授を務める。1895年には、アッカデーミア、デイリンチェイの名誉会員に選出された。1906年9月12日とね、アンヌンツヤータの海水浴場にて溺れた息子、マンディオを助けようとして溺死した。 http://www.gap-sistem.org スラッシュヒストリ g <growth> r イグロ i ィス せざろ、html, ハット、http コロン、スラッシュ、スラッシュ、w w w h i s t o r i m g s s t a n t r e w s a c u k スラッシュ、biogr, p h i e s ラッシュ、cesaro.html ありがとうございます。